こんにちは、いつみひなです。今日はですね、9点でコスメ福袋を購入したので開封していきたいと思います。実はね、この前久しぶりにコスメ福袋をね、開封という動画を出したんですけれども、実はね、同じ時にこの福袋も購入していて、多分ショップはね、全然違うところで買ったんですけど、これもね、あの動画の後に届いたので、これも開封していきたいと思います。まあね、ちょっと届いて本当に福袋かどうか確認するためにちょっとね、開けたらもうすでにね、コスメがそのまま入っていて、結構ね、多分いい感じそうなので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。はい、じゃあ今回購入してみたコスメ福袋というのが KK コスメという9点のショップで2000円で売られていたこちらのコスメ福袋になります。韓国コスメの福袋らしくて、結構ね、見た感じ化粧水とかスキンケアも入っていれば、あの普通のコスメとかも入ってるみたいで、こちらお客様の評価というのが、10点満点中9点だったんですよ。かなり高評価だなと思って、すごい気になったのでね、まあ安いし買ってみました。で、箱はね、これくらい本当に顔1個分くらいの大きさで、頼んでから1週間ちょっとくらいで届いたので、別に遅いということではなかったですね。それではコスメ福袋開封。はい、じゃあ中身がですね、こんな感じになってますので、まずこのね、バラバラと入ってるものから紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、まずバラバラとなんかいろんなものが入ってます。1個ずつ紹介しますね。はい、じゃあまず1点目はですね、オピュのフェイシャルクレンジングティッシュというものが入ってました。なんかこれめっちゃくさ、色味とか可愛いしね、すごい、なんだろう、カバンに入れやすいくらいの大きさで、クレンジングティッシュってことはメイククレンジングなのか、それとも顔を拭く用なのか、ちょっと私にはわからないんですが、ちょっと試してみます。すごい、開けたらね、めっちゃいい匂いがする。何の匂いだろう、これ。石鹸の匂いかな。石鹸の匂いがすごいので、全然不快感とかは全くないです。じゃあちょっと口紅塗ってみたので、1枚取り出して拭いています。どうだろう、落ちるのかな。結構ね、シート自体ががっつりね、ほら湿ってる感じなので、落ちやすそうですね。どうだろう。あ、すごい綺麗に落ちてくれる。今つけたのはオペラのリップティントだったんですけど、綺麗に落ちるので、ほら、いいと思います。これは見た目もね、可愛いからカバンに入れやすいし、旅行に持っていくときに使えそうだなと思います。あ、めっちゃいい、これ可愛い、最高。で、次はパックらしきものが3点入ってました。これがイニスフリーかな。うん、イニスフリーのパックで、真ん中がネイチャーリパブリックのパックで、これはどこだろう。あ、これはオピュのポップコーンのパックらしいです。初めて見たけど、めっちゃ可愛い。パックは私結構ね、毎日することが多いんですけど、結構個包装のパックが好きなのでね、これ3つ入れてくれてるのはすごくありがたいなと思います。で、次がね、なんかこれなんだろう、めっちゃ気になるものが入ってるんですけど、こちらアイオペの、なんだこれ、タトゥーシールなのかな。ちょっと開けてみます。でもめっちゃ見た目可愛い。なんだこれ。あ、わかりました。これね、ちょっとネットで調べたら、アイオペとコルソコモというところのコラボのタトゥーシールらしいです。めっちゃさ、花柄がさ、レトロな感じで可愛いから、これはこれからの夏めっちゃ使えそう。私タトゥーシールってつけたことないからめっちゃ楽しみ。あ、いい。はい、そしたらね、このね、プチプチでひとまとめになってるものをバラバラにちょっと開封していきたいなと思います。やば、なんか結構がっつり大きいものが入ってるから楽しみ。今開けてる感じさ、なんか有名なブランドのものばっかり入ってるから、これで2000円ってすごくお得じゃないですか。はい、じゃあちょっとどんどんね、手に取ったものから出していきます。まずこれ、なんだ。じゃあ次はこちら、エチュードハウスのスキンケアトライアルキットというものが入ってました。あ、こんな感じだ。開けるとこんな感じでさ、4つなんか入ってて、多分洗顔とか化粧水乳液とかが一緒になったものですね。本当に手に入るサイズなので、私はこういうのはさ、旅行先とかにいつも持っていくので、めっちゃ使いやすいしありがたいです。え、でもエチュードハウスのさ、スキンケア商品って私使ったことないからめっちゃ楽しみかも。スンジュンってやつかな、良さそう、なんかこのデザイン的にじゃあ次、なんだこれ、バニラ粉。え、すごい。はい、じゃあ次はこちら、バニラ粉の CC クリームかなが入ってました。すごくない。はい、でこちらね、バニラ粉 CC ラディアントブライトニングクリームという風に書いてますね。で、ここにもこんな感じで記載があるから、多分美白と潤いと、あと CC クリーム的な効果があるんじゃないかなと思います。で、開けてみるとこんな感じです。
半透明のクリームみたいな感じですね。もっちりしてそう。一応手に出すとこんな感じです。あ、すごい伸びがいいし、つけ心地軽いし、あ、めっちゃ良さそうこれ。すごい、なんかさ、一気に私の甲が潤った。これでさ、そのホワイトニング効果もあって、 CC クリーム効果もあって、まあモイスチュライジング効果もあってって最高すぎん？え、めっちゃいいよ。いや、多分私的にはもうこれだけで2000円の価値はあるんじゃないかなと思うんですけど、他にも入ってるから恐ろしいです。はい、じゃあ次はですね、こちらなんだ、おお、じゃじゃーん、こちらエチュードハウスの BB クリームかなが入ってました。こちらもまたなんか色が可愛い。プレシャスミネラル BB バームって書いて、SPF50 で PA プラス3らしいです。はい、開けたらこんな感じになってます。なんかもうクッションファンデみたいな形の、ちょっと薄いバージョンみたいな感じですね。すごいさ、見た目がピンクとゴールドで高級感があって可愛い。まあさ、開けるとこんな感じになってて、もうただのさ、クッションファンデの BB クリーム版ですね。でもすごい！見て。はい、開けたらこんな感じになってました。ちょっとクッションとは違って。あの、スポンジじゃなくてね、もうがっつりそのまま入ってるので、これをこうつけて、で、これを、まあ、肌につけるって感じなんですかね。なんかすごい柄がお花みたいで可愛いけど、これ、どうやってつけるんだろう。なんかこうやって、あ、もうこうやって滑らすのがいいのかな。すごい。で、ちょっとせっかくなんで、手に伸ばしてみます。あ、結構ね、カバー力ありますね。なんか毛穴とか隠せそうだし、普通に。ほら、こうやって、手の甲でもわかる感じで。肌が均一になりました。でね、生で見るとすごいね、ツヤ感もしっかりしてて、でね、あの肌が滑らかになってるので、これめっちゃ使えそう。いいかも。これプレシャスミネラル BB バームって書いてるから、まあ、ミネラルってことは肌にも優しいのかなと思いますし、色味もね、結構私合う感じの色だったのでめっちゃ使えそうです。あ、これ最高、やば。はい、じゃあ次こちらですね。なんだ、ロージーティントリップスというこちらの商品が入ってました。エチュードハウスのものですね。私はこんな商品初めて見た。はい、で開けてみるとこんな感じになってました。すごい見た目が可愛い、くすみピンクのリップなのかな。あー、すごい、多分結構難しいと思うんですけど、開けたらこんな感じでスポンジタイプですね。多分これ押し出して、多分このスポンジに出てきたものを口にトントンするみたいな感じですね。はい、こんな感じで出てきました。すごい、なんかチューブみたいに出てくるんですけど、これ手に出してみよう。はい、あ、すごいね、青みピンクかな、こんな感じで。のスポンジだったらグラデーションリップとかほら作りやすそうな感じで、色味が調整しやすいかなと思います。でリップ自体のそのテクスチャーはですね、結構こっくりしてるんですが、まあ、発色はねこんな感じでほどほどですね。でちょっと潤いの機能は少ないんじゃないかなと思います。ちょっとねリップの色を落としたので塗ってみます。どうやって塗るんやろこれ。出てきた、何こんな感じかな、多分こうやってトントンやるのが正解だと思うんですけど、何分こういうのを使ったことなんかないかわかんないですね。はい、じゃあ塗ってみた感じはこんな感じになります。すごいがっつり青みピンクだから、ちょっと私イエベだからね、ちょっと不安ではあるんですけど、質感的にはかなりマットな質感です。でも結構滑らかだし、なんかこう臭いということもないしで、あ、別にあのリップ自体は使いやすいかなと思います。どうでしょう、私普段青みピンクって全然つけないからね、違和感あると思うんですけど、こんな感じになります。でも可愛い、これなんか持ち歩きやすいし、サイズもいいですよね。わあ、すごいお得。はい、で実はね、まだリップらしきものが入ってて、これも同じですね、またエチュードハウスのロージーティントリップスというのが入ってました。色違いなのかな、開けるとこんな感じでした。多分ねパッケージ的にね、さっきのがこのカラーなので、ちょっと色が濃い版のローズのリップなのかなと思います。はい、でこれも指に出し、あ、手に出していきます。結構わすごいがっつりワインレッドですね。こうスポンジだけでぼかすとこんな感じの発色なんですけど、クリームそのままつけるとこの上の感じですね。発色はがっつりなので、まあ、グラデーションにした方が可愛いんじゃないかなと思います。でもすごい綺麗な色。はい、じゃあさっきのリップも落としてみたので、また塗ってみます。これはさ、すごい発色になりそう。グラデーションにしよう。だから真ん中だけ塗って、あとは伸ばすみたいな。あ、難しいな、でも。はい、こんな感じになります。でもやっぱり色味がめっちゃ可愛いですね。いいなぁ。
私もブルベだったら似合ってたかもしれない。なんか私はね、スポンジ使い慣れてないからか、ちょっと塗りにくい差はあるんですけど、まあ慣れたら全然ね、無理なく塗れると思いますが。まあ何せさ、これはすごく色が可愛いのでね、あ、めっちゃいいですね、これ好き。はい、遠目で見た感じはこんな感じになります。ちょっとね、リップの色と今服の色が全然合ってないとは思うんですけれども、でもこれすごく可愛いし、本当に持ち歩きやすいし、多分これね、色持ちもね、すごい良さそうなので、これは使えるんじゃないかなと思います。すごいいいお気に入り。まあね、ちょっと家辺なんですけど、たまにはこういうカラーもつけたくなるので、ありがとうございます。はい、じゃあついにね、最後ですね、こちらすごい大きいものが入ってます。これなんだ？なんだ？フォト、モイスト、フェンザー。こちら、スキン79っていうところのなのかな？サイト、ヒャルロンフォームクレンザーというものが入ってました。ちょっと読み方が合ってるのかわかんないんですけど、これは多分洗顔かなと思います。結構ね、かなり大容量で、私の頭分くらいあるのでね、これが2000円の福袋にね、一つの商品として入ってると思うと、めっちゃ安くないですか？すごくない？でね、しっかりね、パッケージもされてて、あ、これ取るのめんどくさいタイプなんですけど、もう密封されておりますので、まあ、清潔っていうか、しっかりとね、されてるんじゃないかなと思います。え、これちょっと使うのすごい楽しみなんで、またよかったらレポしてみます。はい、ということで今回の福袋の箱は空っぽになりました。え、すごくない？ちょっとやばくないですか？だって普通にさ、洗顔も入ってて、タトゥーシールも入ってて、リップも2本も入ってて、しかもさ、エチュードハウスの BB も入ってて、しかもさ、バニラコの CC も入ってて、パックも入ってて、クレンジングのシートも入ってて、みたいな。しかもそれ全部ほら、オピュとか、エチュードハウスとか、イニスフリーとか、ネイチャーリパブリックとか、私、そんな詳しくないのにさ、私でも知ってる、韓国のね、有名なコスメブランドのものばっかり入ってるから、めっちゃお得なんですけど、どうしよう。2000円ですよ。ありえん。ということでね、今回の福袋ね、かなり大成功で、なんか思ってた以上にお得になってしまったので、ぜひね、URL 貼っとくので、ページ見ていただければと思いますし、はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか？めっちゃお得やん、みたいな。私も欲しいって思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いいたします。お得すぎ、みたいな。微妙みたいな感じで思われた方、チャンネル登録と高評価お願いいたします。YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで、今回も最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。バイバーイ。